皆さんこんにちは、たまごです。まずこのビデオは練習のために作っているので、日本語を話すとなんとなく早く言いたくなります。なぜかわからないけど、今回ゆっくり話したいと思います。早く言いたくなるので、正しく言えなくなります。ちょっと残念ですね。でも今年の嵐の2010年のツアー、東京ドームを押し込んでいましたが、先週結果が発表されましたんですね。東京ドーム外れてしまいました。本当に本当にどうしても嵐に会いたいけど、今年は無理かなと思います。結果を聞いた瞬間に悲しすぎて涙が出てしまいました。本当に泣くと思わなかったけど泣いてしまいました。しばらく嵐に関係があったことを本当に見たくなくなりました。秘密の嵐ちゃんを見てみて、もう見たくないと思って、その後は私は悪いファンなのと思って、なんかチケットが取れなかっただけですよと考えて、ミクシーのコミュニティにチェックしました。落選してしまいましたというトピックがあって、ちょっとチェックして、皆さんは私のような同じことをしましたようです。嵐にしばらく見たくなくなります。だから皆さんにちょっと心を癒されました。国際のファンとしては日本に住んでファンクラブに入ってる友達がいないと、オークションで買わないといけませんですね。でも嵐のファンがすごく多いので、オークションのあんな高い値段を買う余裕がないんです。だから外れてしまって、いけないみたいです。本当に会いたかったね。悔しいんですよね。でもね、飛行機切符はもう買いましたので、少なくとも東京ドームでグッズを買えるでしょうね。今年は嵐のコンサートに行ったことがない友達を連れて行こうかなと思ったのに、友達に
謝りたいです。チケットが取れなかったごめんなさいね。まあどうしようもないです。あの2週前もう2週間経ったの。まあ経ったみたいですね。あの2週前ハンソンのコンサートに行きました。すごく楽しかったし、実は昔はすごく嵐じゃなくてハンソンの大ファンでした。だけどコンサートに行ったことがない。あの時は多分若すぎてお金がなくて行けなかった理由かなと思います。でもね最近ハンソンのグループがもう一度集まってCD とかアルバムを出るようです。だから実は実際に会ったことがないので、実際に会いたくて、コンサートはすごく楽しかったんです。でもね私は雨女のようになりましたみたいです。言葉が思い出せないけど、外でコンサートがあったら私が行ったら行くと毎回雨が降ります。なぜかわからないけど私は雨女かなと思って、ハンソンのコンサートは外で行われて雨が降りましたよね。去年の嵐の9年30日のジュン君の誕生日で皆さんももう知ってるように大雨、台風みたいな雨が降りましたよね。だからハンソンのコンサートもそんな激しい雨じゃなかったけど雨が降りました。だから今回の嵐のコンサートが本当に楽しみにしてた。東京ドームは屋根があるので雨に降られないんですよね。じゃあそれ以上かな。バイバイ。あ、そうだ、あとは国立のピンバッジの色は超可愛いでしょ。友達に買ってくれるとお願いしましたんです。じゃあ本当にそれ以上。ではバイバイ。